現代バラエティで活躍するお笑い芸人の皆さんは皆一様に真面目、古き良き大悟さんのようなやんちゃな芸人が絶滅の危機に瀕していると言われています。そこで今のお笑い界に風穴を開ける新たなやんちゃ芸人をオーディションで発掘しようという企画の第6弾となります。食ってる。あ、そうですか。ちょっと隣の方、ちょっとカズマさん、始まってます。カズマさん始まってますよ。ニマじゃなくてカズマさん、もう始まってるんで、お弁当食べてらっしゃいますけど。信じらんねえだろ。信じらんないっす。信じらんないっす。びっくりしてます。やんちゃすぎますよ。いやもう弁当食っちゃうかな俺。もう俺言っちゃってるからさ。だいぶ言っちゃってますね。カズマ食いたい時に食うよ。さあ、そして新しい審査員の方がいらっしゃいますけど、あら、大悟さん、この方は海ミーミーちょっと当たり前みたいに言われてますけど、ミーやん。ミー今日はあの姉貴も連れてきてる。姉貴、うん、どのえうわ、こわひぃふぅあ、ミーひぃふぃひぃふぅミーやん。だからミーは前あっちでオーディション組やったんやけど、やっぱちょっとやっぱ骨あるからこっち来たんですか。こっち昇格組ってことですね。ありがとうね。そして、原田さん。あ、タモリさん、おはようございます。食べた。妄想とはいえタモリさん食べれるの僕ぐらいですよ。うわタモリさんダメよ、食べたらちっちゃくして。僕ぐらい。いやだから原田とかミーみたいなんがな、今日出てきてくれたらな。原田がやんちゃだったの見たことないんですけど。この番組でやんちゃでした。やんちゃですよ。あのキングオブコント優勝する前に、はい、チャンスの時間だけは面白いことできるから出してくれって言ったんですよ。はい、今チャンスの時間しか出てない。確かによくよく来てくれてます。普通はキングオブコント優勝するとこっから卒業するんやけど、居座ってる。居座ってやんちゃじゃないやん。いや、あのニコルンが来てくれてるんですよ。やっぱ埼玉育ちなので、ああやっぱそういうやんちゃな人はやっぱ大悟さんみたいな、うん、かっこいいと思います。だからある意味今日はニコルンに認めてもらうっていうのも大事なことかもしれんね。ああ、そうか。楽しみ。え、大悟さんやんちゃですかね。あなた最近ヤギと散歩してます、ね、何してんすか。ごめんなさい、ヤギと散歩あれがどれだけ難しいか、一人で落語してるようなもん。現代の真面目な芸人界を憂いているこの4人が最強の芸人たちを発掘していく。ほなやっていこう。入れ。ああ来ましたね。やんちゃかな。これやんちゃ。なんだあれ。なんだこいつら。アメリカの絵本みたいなやつ。なんだあれ。アメリカのアメリカの絵本が飛び出てきてる。あいつなかなかやんちゃやな。なんだあれ。ちょっと待って。絵本から飛び出してきたみたいな。見るけど。女性もいらっしゃる。とりあえずじゃあ端から自己紹介してもらおうか。吉本興業です。お前が、お前が吉本興業してんの？まあ令和ロマン車とも言わせてもらってて。ああ車。はい。はい、車はまあちょこちょこね来てくれてますけど。まあ令和ロマンちょっとやんちゃった聞いてるけどな。いやいややんちゃですよリアルに。神保町にあのグラさんが一回来た時に。俺のことかな。この番組やんちゃだからそっちの方がいいって思って。なんかカメラマンとかに。お前何してんのとか、うんうん、AD とかに帰れよとか言ってたら、うん、全カットされてた。やんちゃやんちゃすぎだよお前。全じゃなかったんだ。全カットはなかなかやんちゃ、うん、そういうんじゃなかったんだ。やんちゃやな、うん、月の方初めてですね。どうもシカゴ実業の中川ひちゃゆきと言います。え、シカゴ実業の中川、中川ひちゃゆきと言います。めっちゃやんちゃじゃないですか。中川ひちゃゆき、大事な芸名を読みにくくしたんですか。名字はしっかり中川、中川ひちゃゆき。この春に、まあ、大阪から東京に移籍してきて、で、まあ、その時に23歳の、まあ、彼女と遠距離恋愛することになって、お前と結婚するために東京に行くからって約束して、月収4万円でバイトもしてない、借金50万して
東京出てきて、でネタ書かずにダラダラしてたら3ヶ月で振られました。やんちゃやな、やんちゃ、やんちゃだ、やんちゃやな、だいぶやんちゃ。ダラダラ。でその1週間後、DM 来たらめちゃくちゃエロい16万人フォロワーがいる女の子と遊んで、その1週間後付き合いました。やんちゃやなあいつだ、平気で DM と付き合うの、ちゃんと人気者じゃない。今全飯その子に奢ってもらってます。すげえな、やんちゃやな、やんちゃ、ひもやんちゃだ。はい、次。おお、次のこと初めてやな。どういう感じ、大丈夫かね。太田プロ、太田プロ、青色1号、青色1号、カリア、カリア、太田プロ、タレント全員ぶっ潰してここに来ました。誰から行ったの、芝居たの。ナジャグランディーバ。太田プロやったんか。そう。おい、最後。紅生姜の熊本プロレス。お分かってると思いますけど、名前に猛獣とエンターテインメント入ってます。確かに、すごいな、クマとプロレス。確かに、やんちゃだな。やんちゃやな、確かに。なんかあの彼女になんか振られたみたいな、はいはい、なんか今ね、なんかぬるい話してましたけど、もちろん大阪の時に。大阪長い方でやんちゃやん。大阪の方が強いんだ。いや、出てこなかった。高いよ。大阪の川長い方がやんちゃやん。ここから質疑応答で誰が一番やんちゃなのかを見極める。車は何だったら負けないみたいな。集合写真モノマネ。聞いたことないジャンルっすね。ラグビー部の集合写真の左上にいるやつ、うん、はいはい。おい、いるな、いるな、おいるぞこいつ、いるの。他にもある、うん、大学生の男女の集合写真で、うん、一番女行きたいと思ってるやつ、うんうん。強いな、来るな、いるいる。お前もあるよな、集合写真。あるっしょ、集合写真。じゃあ、はい、すぐ。はい、すぐ。はい、何の集合写真。どの集合写真にもいねえだろ。吹奏楽部で一人だけ男のやつ。全然決まってもない。集合写真。ガキはいるぞ。いるな、いるね、座学期。座学期いねえだろ。彼集合写真あるな。ああ、昔の学校の先生。シンプル。白黒まんま、硬えな、白黒のな。今もおるやん。みんなあるな、すごいわ。すげえ、あるのか。いや、プロレス強い強い。あれ ああ、分かったよ。下向いて、下向いて、うるさいのし。いねえよ。おい、いねえよ。いねえだろ、これは。いねえだろ、やったんすよ。いねえよ、これはね。こんなやついねえ、集合写真やってくれ。こんなやついないやつ。こんなやついないやつ、いないやつ。こんなやついない。はい、じゃあ男女のサークルでこんなやついねえやつの集合写真。いねえよ、いねえ、こんなやついねえ。いないの。いるな、いるよ。いるじゃねえか、音楽なんだよ。知ってんだよ、めちゃめちゃおるやん。逆逆逆逆じゃあ、お前できんのか。できるに決まってるよ。当たり前やんけ。集合写真くらいできるよ。結婚式の二次会でテキーラ3杯飲んだ女。あ、いやいや、結構飲んだね。飲んじゃったね。もう一緒じゃねえか。
足上げないよ。なんで一緒じゃねえだろお前。絶対女足上げないよ。女足上げねえ。男女サークルと。はい、4人集合写真撮るよ。行くぞ。集合写真。行きますよ。はい、チーズ。一人アベンジャーズですけど。アベンジャー。アベンジャー。一人アベンジャーズ。これめっちゃ近場で将棋打つやつ。あーすごい。人それぞれあるよな。それぞれあるんだ。将棋。コンセントあるんだ。将棋打ってるやつ。将棋打ってる。車は。車は。これビヨンセに憧れてる赤ちゃんだよ。いいよ。すごい。カリア。カリア。これ引っ越し業者。引っ越し業者の集合写真。いいよ。プロレス。うん。飛べるやつだよ。弱い弱い。弱いです。こういうことや。彼女がダントツで弱いです。このちゃん。プロレスじゃん。プロレスの得意なのは何？こいつらに絶対勝てるっていうの。キュウリを厚そうに食うことができるよ。キュウリ、あんな冷たいもの。キュウリ、キュウリ。今見せれる。あるんすか？あんま来てなんだよ。なんでどこがどういう段取り言えや言えや何でも突っかかればいいってもんじゃねえんだよ。なんやねそのトーンなんやねん。キュウリって本来冷たく食べるもんだけど熱そうに食うことができるんだよ。本当チャンスの時間。プールで見られるのはアベマだけらしいな。プレミア会な。今まで配信してきたチャンスの時間の名作を見られるらしいね。見られたくないけどね。この動画の続きはここをクリック。